どのぐらい早いか俺ほんすごく興味があるんです。あ、なるほどね。負けたからね、本当にこいつ、ね、今回はですね、荒井敏弘さんにも辛口チェックを行っていただこうと思っております。で、今回チェックする車なんですけれども、はい、後ろにある2台ですね、はい、プジョー208はアヘッドモーターサービスのメカニックの箕輪さん、はい、あちらにいらっしゃいますね。そして GR アリスは全日本ラリー選手権森蔵チャレンジカップに参戦する現役早稲田生の稲葉さんにご紹介をしていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずは走行チェックとそろそろ行きたいと思いますので、はいはいはい、今回はですね、土屋さんと新井さんにそれぞれコースを走っていただいて、はい、チェックを、はい、していただこうと思っております、はい、まずはプジョー208を荒井さん、はい、そして GR アリスを土屋さん、どのくらい速いか俺ほんすごく興味があるんですよ。なるほどね。負けたからね、本当にこいつ、ね、帰りなんか壊して帰りそうだよね。いや乗って帰っちゃいますから。じゃあ行きますか。そしてですね、その後車を交換してもう一度走行していただいて、それぞれの車の点数を、ね、発表していただきたいと思います、はい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 、バカ息子もだから辛いと思うよ。あら、辛いかな。じゃあ用意します。負けてるからさ、面白くないんだよ。あ、そうか、もう息子に負けるってのは面白くないですかね。それは面白くない。絶対辛い点数出すと思うよ俺。
からさ、めっちゃ直線で離される。私の車負けるの分かりますよこれ。あ、そう。軽いからすごい簡単だ。ああ。いや直線めっちゃ速いよ。ねえ。1.2 リッターのくせにね。うん。びっくり。これも高めた。よかったですね。これじゃ負けてもしょうがない。ああ。なるほどね。面白い車ですね。こりゃ、はい。面白いな、この車、カディからやっぱり。楽しい。楽しい、ね。ありがとうございます。これは速いわ。全然速い。速いですよね。だって動きが全然こう動くから、見ててかっこいいもんだって。キュッキュッって全然速い。コーナーも速い。ねえ。うん。全然速い。ビュンビュン曲がる。だって、気抜くと、すぐ離されちゃってるから。そう。そういや、これはすげえわ。これ面白いですよね。いや、面白い。面白い。じゃあ、結果出ましたか。はい。はい、それではですね、新井さん、土屋さんに10点満点で点数をつけていただいておりますので、はいはいはい、発表していただきたいと思います。では、新井さんの点数お願いします。はい、ちょっと刻みました。じゃん。工場208、9.8 点。ジアルヤリス7.5 点ということですけれども。結構新井さんの方は差が出てます。ねえ、ちょっと二人ともちょっとプジョーの方がだいぶ点数高いんで、プジョーね、どんな印象だったか教えてください。全然乗りやすいね。乗りやすい。あれじゃ負けてもしょうがないの、ね、あれいや、本当ヤリスと両方乗り比べると、うん、アンダーが出るところで出ないよね。出ない。ビュンビュン曲がってくる。へー。一般車をそのまま改造してる車と、もうラリー専用の車の違いが、うん、プジョーの 9.85 ってほとんど100点に近いじゃないですか。いやいや、そうですよ。これどういう、それがかわいそう。だってさ、
スーパー GT で言ったら500と300が一緒に走って比べられるようなもんだから、まあ、そうですよね。それはね、ちょっとクラスがかわいそう、うんうん、だってこっちは R 車両ってもう本当にね、そうそう、ラリーのとこはありました、はい、というわけで以上、はい、辛口愛車チェックのコーナーでした。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。